まあ、初日のこのレースでしたけど、ちょっと途中一回下げさせられるような格好になって苦しいかなと思ったんですよ。まあ、そこは反省点で中途半端でした。まあ、その3番手のところを取り切れればより良かったのかなと。そうですね。まあ、前々攻めようと思って、あの松坂さんが流してたので、まあ、あまり番手3番手こだわっても後ろ引き出せると思って、で引いてたら阿部君と並走になったんで、であそこを取り切ってもと思ってしてたらどん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 後ろになって、で、まあ、流れの中で近藤さんがちょっと口開いてたし、阿部君があそこから仕掛ければ多分箱取れるかなと思って、そこの動きが良かったんですけど、そこで一応もう見えていて、そうですね、流れの中で、まあ、3番手取ったり中段並走するぐらいだったらあそこの箱取った方がいいのかなと思って、今の調子とかを考えて、一番調子良さそうな阿部君のとこの箱をレースの流れで取り行こうかなと思ってたんで、そこは良かったです。本当そのずるずる行かずにこういうところを2着で踏ん張れたという。そうですね、自分の調子、今の調子なりにしっかり、まあ、結果だけ見たらいいかなと思いますけど、まだまだレース甘いところがいっぱいあります。実際、まあ、地元の武雄の共同と前橋の新南と大きいレース続いて、まあ、そのとにかくいろんな経験をこう短い期間でしたかなと思うんですよ。そうですね、今までしたことないような経験ばっかりだったんで、まあ、今後生かせたらなと思ってやってます。本当にそれをするための経験というんですかね、必ず、そうですね、走れ出ないことには味わえなかったんで、まあ、自分の甘いところがいっぱい見つかったんで、そこをこう練習とかでやっていってレースでも修正して少しずつやっていこうかなと思ってます。また本当大きいところ取り返すチャンスはいくらでもあるでしょうし、そうですね、兄の、それこそ秀明さんともう一回同じレースになれば、そうですね、何かできることを、見たいファンも多いでしょうか。そうですね、次、まあ、自分が上がっていけば兄貴と走れると思うんで、頑張ります。まだじゃあ今回もう一暴れして、そうですね、もうちょっと頑張ります。ありがとうございます。